オロナ島のラグーンで見られる車庫街の仲間フェニックス諸島保護地域は太平洋中部の国キリバスのフェニックス諸島に設定された保護区でその面積408,250平方キロメートルは日本の国土面積を凌駕し同じ太平洋にあるパパハナウモクアケアなどとともに世界最大級の海洋保護区となっている2010年にキリバスの世界遺産第1号となった 40万平方キロメートルを超える、その総面積は、同国の排他的経済水域の11.34%に当たるが、陸地の面積は25平方キロメートルに過ぎない。キリバス当局は、自然保護に関する非政府組織である、コンサベーション・インターナショナル及び、ニューイングランド水族館とともに、フェニックス諸島保護地域保全トラストを形成した。 この海洋保護区の価値を維持するために必要な保護、管理の要件は、暫定管理策やその後に承認された管理計画に反映されている。他方で保護地域の管理者たちは、彼らが許諾している漁獲量について非難されている。ピパは、産後礁と共に、手付け数の産後島の生態系が残されている、地球上でも稀有な場所である。 ピパには514種のリーフフィッシュが生息し、そこで発見された新種も含まれる。サンゴは約200種、海生哺乳類は18種を数える。ピパの8つの島々のうち5等は、バードライフインターナショナルによって、重要野鳥生息地とされている。島々には19種の海鳥が生息し、他にも、オーストラリアやニュージーランドから渡ってきた水なぎ鳥や、 海メなどの通り道にもなっている。特徴的な鳥としては、絶滅の恐れのある固有種の水泣き鳥が挙げられる。確認されている鳥類は44種に及ぶ。ピパにおける回復目標には、鳥の個体数を激減させたオロナ島からの外来種の猫の根絶が含まれる。ピパは、地球規模で見ても重要なポリネシア、ミクロネシアホットスポットに位置し、ほとんどは、 無人のサンゴ島群である。島には侵略的な外来種が存在しており、その有害な影響としては土着の動植物を抹殺してしまうことを挙げることができる。それは卵や幼い個体を損なうことや外来植物が他の植物にとって変わり生態系を変貌させることで起こる。入ってきた動植物には太平洋の他の島やアジアに由来するネズミのほか猫、 犬、穴兎、豚、アリ、中南米原産のランタナなどが含まれる。フェニックス諸島では1960年代に動植物についての包括的な調査が行われて、以来、動種の調査は長らく行われてこなかったが、有害な外来生物の侵入の規模及び生態系回復の可能性を確定するための新たな調査が2006年に実施された。その調査の結果、 害獣をピパから取り除くべきことが決定された。2002年頃にはアジア産のネズミが末近島にコロニーを形成していたが、その時期は明らかにあるトロール漁船が島に難破した時期と重なる。2006年の調査において海ツバメたちのかつての豊かな個体数を実質的に激減させたものはそうしたネズミによる捕食だったことが明らかになった。一方、 ラワキ島のウサギは鳥たちにとって必要な資源を取り合ったり全般的に損なわせるとともに巣を踏み潰していたのである。ピパの島々での生物多様性回復の第一歩として2008年半ばにラワキ島とマッキントウでウサギとネズミの相当作戦が行われた。2009年11月から12月の科学者たちによる調査では 撲滅プログラムが順調であることが示された。プログラム実施に対する植物や鳥たちの反応は顕著なもので、科学者たちは過去10年間では初めて、マッキン近島の海鳥たちが映像に成功したことを見出した。同じ頃、ラワキ島では植生の回復のおかげで、灰色アジサシのような鳥たちが、島中で映像に適した場所を見つけられるようになった。 軍艦鳥も回復した植生の上に映像している。プロジェクトでは、これらの回復のための努力が、固有種の水泣き鳥のような他の重要な鳥たちの個体数の回復にも寄与することが期待されている。2011年7月には、エンダーベリー島とバーニー島の外来種のネズミを標的とした第二次撲滅作戦が守備よく実行された。関東島以外に定住者はなく、 商業的な漁業に対する制約も厳しい。また、2010年代初頭の時点では、定期交通路も存在せず、観光客が立ち寄ることも難しい。2009年1月30日に、フェニックス初頭保護地域の世界遺産推薦書が、世界遺産センターに提出された。これは、2000年に、世界遺産条約定約国となったキリバスにとって、最初の推薦であった。 2010年8月1日に第34回世界遺産委員会にてピパの世界遺産リスト登録が正式に決議された。日本でも世界最大の海洋保護地域としばしば紹介されている。世界遺産としての正式登録名は英語フェニックスアイランズプロテクテッドエリア、フランス語アイレープロタジアでいるフェニックスである。その日本語訳は以下のように若干の揺れがある。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。